ジャニス花見プラス一つプラスサマイを貯める一つプラスアルファのグッズを作る一つプラス思考で立ち回る。さあ最終回の朝でございます。花尾ちゃん待ちなりますよ。僕は座ってますけど花尾ちゃん当たってますなぜなら本日の抽選ね約400人、はい、私14番。そして本日ですね私、一応狙い台絞ってきまして今日5台に絞ってきましたんで、はい、もしなんか1台でも取れたらいいなと思っております。最後に優秀の B、 綺麗な花を咲かすことができるのかお楽しみに。この後入場です。花尾ちゃん頑張るよ。さあ行きましょう。おはようございます。はい、OK、いいな、はい、いただきます。だけたはいい、ね、おはようございます。入場です。さあ前の人間がみんな北斗に行くでしょうから、それとも花々に行くのかどうなんだ。あ、半分以上花々じゃない。さあ狙い台取りました。はい、あ変わってる配置、手前か、あこれ空いてるよね。え、これ空いてるよね。いいよね、取れました。花ちゃん取れた。取れましたよ。よかった、大丈夫です。危ね危ね。どうでちゃう編集部いけちゃったっす。同じく電飾花尾です。さあというわけで始まりました。はい、ゼツーハナミープラ ス, ラス、はい決まりました。初めてやった。ゼツ花見プラスでは初めての二人実践ですよ。確かに、はい、確かに。 そして今回が最終回です。はーい、ね、本当に最後ですよ。花尾ちゃん来ました。いや本当最終回にふさわしい天気で本当にそう、ね、よかった。本当本当によかった。降らなくて風もすごい、風もすごい。だからもう嵐が、うん、春の嵐が巻き起こる。なるほど、そんな実践になるんじゃないかと思っております。近々近々見えてます。そして本日ね、朝言った通り抽選人数もね、最終回にふさわしく400名しかいなかった。一般も150名ぐらいだから、そうぶわーっとなってたから大移動はもうできません。これないよね、はい、そんな中、2人とも、はい、うん、花々には座りましたよ。無事に座れました、ありがとうございます。そして私、現人はきっちり狙い台、うん、しかも上位の狙い台に座りましたので、いや強い。さあどうでしょうか、どうなるんでしょうか。また4000枚出したんじゃないですか、これは。やっちゃいますよ。これはやっちゃいますか、これ。めっちゃ元気、光りました。あれ、え、気づいちゃいました。作りました、ついに。やっちゃいました、はい、最終回なんでお披露目ね。明日のお花見用のゼンツ花見花見 T シャツ2回ある目だけはハイビスカス細かわ、はい、かるかな、はい、あれはもうハイビスカスに目がないという。ああ、なるほど、だから目がうまいな。じゃあワイワイやるためには今日頑張んなきゃダメですよ。そうなんです、やりますよ。うん、やろう。そして本日、うん、前回の動画で言った通り、はい、今までの全津花見プラスの収支まとめてきましたので、うん、の大体自分の分かる成績、まあ、プラスだと思います。はい、はい、そちらの方も発表していきたいと思います。お楽しみに、はい、さあというわけでこの後実戦スタートです。いくぞー、全津花見プラスプラスでいただきましょう。はい、ゼツハナミプラスドン、いきましょう。最終回でこんなにたくさんのね、はい、人がうちに来てくれたの嬉しいね。いや嬉しいですね、やってきた甲斐があったっすよね。しかもさ、こうなんだかんだでこう日本全国で、はい、こう地方に行った時に、はい、一緒に花打ってくれる人たちが結構集まってくれてた。確かに横浜から来た人もいますもんね。新潟もいるぜ。新潟もいましたね。横で打ってます。狙い台かぶったと怒られました。5本以内にはビッグ引いときたい。わかる、わかりみがわかりみ。今日めっちゃ元気っすね、ヒゲさん。いやそうだ、最終回です最終回のヒゲンジです。いやでも2年ちょいやってましたからね。なんだかんだ、いやなんだかんだやったよね。ありがとうございます皆さん、本当大垣の皆様。一応今回最終回ですけど、はい、終わった後にどうしましょうかみたいな、はいはいはい、案も前回の動画でいただいてますので。あ、なるほどなるほど。ちょうどその辺のコメント読ませていただきたいなと思っております。コメントありがとうございます、はい、本当いつもありがとうございます。さあそしてオープニングでも言った通り、はい、これまでの戦績を振り返っていきたいです。あら、お願いします。まず何か思い出に残っている回はありますか。
なんか全部ぼやっとしてるんだよな。あのっていうのもちょっと抽選が引けなかったり、花尾ちゃん座ってる記憶ないもん立ちの花尾だもんどうですかその印象俺の。いや穴がち、いや穴がちどころか、俺全部立ってます。あ鉄鉄俺一回も座ってないです。あと抽選受けれなかったから2回ぐらいある2回ぐらいありますね雪とかで。よし勝った2本お強い70しかも2本で、はい、約50枚余らせて70回で回ってますんで、ボリボリ回ってるやん。ほぼ 50枚でですね70回回ったようなもんですね。さすが狙いだ。はい、そしてビッグですよ。ーーバーチコンペーク2本。いやー最先スイカも落ちるんです。あいいね、これはいいんじゃないか。私はね思い出残ってるからやっぱり、いや何ですか、まあ推定6を積もった感じ。うん、そう、まあそうなりますよね、まあれはね自分の中で一つの自信になった。やっぱ一回そういう成功体験あるとやっぱ強いですよね。そうなんですよ。次回以降の立ち回りが、アハ体験してしまいました。アハ体験って言うんですかそれは。アハ体験ではないか。あ笑う方ね。そうです。でも今日もだいぶなんか周りの状況良さそうなんで、ね、今日すごい勝ってる。どうですか今日は6000枚とかやっちゃいます。やりましょう。そして朝一黄色ちゃんと変わりました。いいよ、ありがとうございます。最高のスタート。今のところ問題は一つもない。一個だけ問題があるとすれば、はい、非現人のテンションが高すぎる。いやいや、いいことでしょ、それは。いいのかな、大丈夫、全然いい。最後まで持つかな。全然いいでしょ。テンションの高さが力を生み出すんですよね。いいよね、そういうもんなんです。いや、本当なんですよ、これ皆さん。ありますよ。で、またこういうこと言うとあれなんでしょう、また言うんでしょう。ね、いいじゃないですか、みんな言ってくれるだけ、言われるうちが花よ。あ、花花だけに。そうなんですたっか、大丈夫これね、飲んでます。もう高すぎ切ない。もう花見してきました、ヒゲさん。しましたかな。もあー、光ったよね。いいよいいよ。132ゲーム、投資4本5本以内。ここは赤よね。レギュラーです。いいじゃない、いいのいいの。よいしょ、お色の方はランプ赤でございます。いいじゃない。緑が一番いいんだけどな。俺も緑が好き、このお店では。緑がやっぱ緑最強説あるよ、ね。あるね。さあそれでは花尾ちゃん。おっす。早速ですが。はい。これまでの全日花見プラスの戦績を、はい、発表させていただきます。お願いいたします。まずは2人のトータルでございますけど。はい。全11戦。お。7勝4敗です。まあまあいいですね。まあまあいいでしょう。で一番大事な、はい、トータルのサマイ数です、まあ、プラスはプラスなんでしょうけども、はい、プラスの、はい、3258枚。おー結構いったね。全部ヒゲさんだな。なんか1回平均、はい、プラスの 296.2枚です。約300枚。渋いいやだからいいよね、こんだけの状況でさ、はい、ね、まあ、積もれなかった日もあってね、はい、で、エアリ台なんかめったに取れないんだから、戦えてますね、あまり台に座って、まあ、勝率、こんだけの勝率で、はい、1回平均300枚プラス上げてるんだから、大事、ね、どんだけさ、うん、だから平均のベースが高いかってことだよね、確かに、前から言ってる通り、その5、6の比率は結構少ないの、でも4がうじゃうじゃ入ってるから。ですね、トータルするとこんだけ勝てちゃうんですよっていう、ですです、何よりの証拠だと思います。で個人戦績いきます。いやもう花尾ちゃんが全部で6戦してます。はい、僕が5戦です。ああ、ご自身では何勝何敗だと思うんですか。3勝3敗ぐらいじゃないですかね。ドビンゴすごいじゃん。確かそんくらいなんですよね。で俺が、はい、4勝1敗です。すえ、花尾ちゃん勝率 50%、 俺 80% です。すいよ。しかもその負けた1回もマイナス479、はい、あーなるほど。だからもう500枚負け以上負けたこと1回もないんです。いや、まあ、抽選強いもんな。強いしね、まあ、元やってた全身の全津花見、はい、あの時とは打ち方明らかに変えましたからプラスにするための。ああなるほどですね。だけど私も1回目のレギュラー89。おー繋いでる。色は赤。ゴリゴリじゃないですかあなた。いい、悪いとこ一個もない。順調よ。満点の子。
全体でトータルで、はい、最高の3枚が私で、あの6と持った時で、はい、プラスの3387枚かな、はい、一番マイナスが花尾ちゃんです、はい、何枚だと思いますか。俺200、200、300枚ぐらいかなと思います。最高マイナスが1500枚です。言ってるけど言ってるけど耐えてませんか。耐えてますよ。それはなかなかにこの状況で攻めた結果っすよ。1500枚の回はあれはで、トータルの差前で言うと、はい、花尾ちゃんがマイナスなんですけども、はい、それでも607枚です。おだから全然戦えるよ。今日でプラスにすることは可能ですよ。いや今日1000枚ぐらい出せば全然プラスで。だから今日花尾ちゃんがプラスになるように僕はもう全面で協力します。あらありがたいわ。というわけで残りの分が私のプラスになりますので、私は、はい、トータルのプラスが3865枚です、はい、おすごい素晴らしい。5000でよ。素晴らしいですね。結構だよね。やっぱ1回積もったっていうのがでかいんですよね。でしっかり出し切ったのもやっぱ大事ですよね。僕平均で800枚近いプラス持ってるんで、なんとかプラスで帰ろうとして100枚以内のプラスも超多いんですよ。いや大事っすよね。チリツモっすよね。チリツモやりました。いや俺の台怪しいな。やめようかな。早っ早っ早やめんの。600枚ぐらいだったらなんとかなるチャチャチャとチャチャチャでチャチャチャでなりますかね。チャチャチャでサンバのリズムでいけますよ。チャチャチャでお花のチャチャチャお花のチャ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 お花のチャチャチャテンション高いな今日いいなふぅーしたふぅーおーすごいふぅーにこれこうしてくれたいいよいい子いい子今日何色がいいですか。赤がいいな赤がいい赤でいきましょうか。いいっすか白でもいいっすよ。はい赤ナイス早いっすね。変わっちゃうんじゃない。はーい最後60分の1軽軽いねまあまあ軽いずっとそれでいいのにな。俺大体朝一こんなんだいつも。こういうスタートが多いもんで負けないですね。確かに最初にスタートダッシュ決めれば耐えれますもんね。大体1000枚ぐらいまで出すんだよこのまま。あ1000枚出せたら強いなそれは。それ伸ばしてプラスで帰るあなんかそんな回もあったっすね。いやそんなばっかよ。伸ばしてみたいな。あ前あったり1000ハマりしてそうギリギリ勝った感じめちゃめちゃハマったなっていう。めちゃくちゃムカついたな。なんでなんていうの。次当たったら帰りますって言ったら1000ハマったそうだそうだ帰らないでみたいなおー光ったいいよ。194ゲームそう追加が4本。ビッグいい音いい音キュピーはいいですねやっぱね。はい、ノースイカです。ランプ変わるかな。変わらないんかい。変わらないときはフリーズですよねもちろん。えいはいはい回りますはい次です。頑張ります。行きましょう。はーい。いやよう光ってんな本当ね。いやこっちの島も結構光ってますよマジで。今日は店内状況良さそうだね花尾ちゃんね。これはいいよ本当嬉しい。俺らが勝つ負けるよりもね、うん、やっぱり店内状況が良くてみんなが楽しんで帰ってくれるのが一番勝ちだから。いや本当今日ここでキャッスル大垣で花見できるよ本当。できるハイビスカス、こんだけ満開ならすげえわ。あ花尾ちゃんそうだ、はい、ありがとう。何回ですか。ちょっと3月4月私が結構詰まってたんで、はい、その花見の招待客に連絡とか全部花尾ちゃんがやってくれたんですよ。あいやいや全然それはやります。だって一員ですから僕の花見プラスの、はい、ただその連絡がねざっくりでめっちゃ面白かった。ざっくり大垣城の周辺のその辺にたむろってるの見つけてくださいみたいなまあというのもあの行ったことないんでね僕も。だからあの再度またね DM 送りますんで送りますんで、まあ、ここの動画で言ってももう終わってますけど送ったんだよ。送るつもりではありますんで現時点では。でも送ってるんでこの動画が配信されてる頃は大丈夫です。久しぶりになんか目印になるために電飾つけてこねえかなと思って。いやね壊れたんすねあれな。こういうところよ俺本当最近つけてんの見ないから最終回とかつけてくれよかったね。
っていうのはやっぱヒゲさんが事前に言わないとダメだったですね。いやもう俺のオチだ謝っとくごめん出たごめんごめん出た出たもう一回電飾つけてもらえないかな次あるかまだ分かんないですもんねこの企画がね、まあ、何かしらやるみたいな。あ何かしらやるんすか。はい、なのでどんなのがいいですかっていうのをコメントで募集したので、それを今お互い見てみましょう。前回の前日花火のコメント、やるのか、ちょっと見てみましょうか。ひげた花咲く思い出しますというコメントもやっぱりあるんで、 やりますね、やっぱひげた花咲くっすね。次はひげの花を道、ひげの花を道ですよね。だから結局花花打つんやないか花咲く見てえなー。ウォウウォウウォウしますね。ウォウウォウしましょうよ。花尾ちゃんだったらどんな企画いいと思いますか。僕だったらもう、まあ東海編集部員の方にやってもらった方が一番いいかなと思うんで、僕とヒゲさんと東海編集部員で、はい、ヒゲ軍と花尾軍みたいなやついいですか。あ、ヒゲ軍と花尾軍でもいいっすよね。ドラフトからやる。いや、東海女子編集部員いいっすね。誰がいいかな。俺カオリンがいいな。俺アカネーだもん。アカネーか。あのジャグウチだからね。なるほど。ジャグウチがどういう花の読み方をするのか。はいはい。あれ気づいたら200超えてるなあれあれ大丈夫ですか。まあまあまあ初めのうちにこれぐらいの方がいいよ。まあね、前に6つ持った時もそんなんよ。これ4だってさ、そっからどうなったんでしたっけ。ゴリゴリの、私の周りの台もボーナス引けなくなってきました。まあまあ一回落ち着きましょうよ。これ並びじゃねえな。これはただまあ不安になったとて台移動ができないんで、ね、そうなのそうなの。結局自力で何とか打開するしかないんで、こんな日は。おい、はい、251、これが雑談の力。尺稼いだよ。いいよ。尺由美子、尺由美子は僕の先輩の旦那さんです。マジで。奥さんです。やば、はい、ここガチっすか。はい、そうです。すごい。251レギュラー。どんな人脈。さあ何色。もう次は緑がいい。確かに青。うん、まあまあまあ、あれこっちの島も別積み2台ありますよ。わ、早っ。やっぱ走るんですって。走るか。まあでもさ、花尾ちゃんがさ、今日はこの稼働だからさ、はい、言うても今日1台目に座ったって新獣だね。新獣ですね。新獣シリーズだもんな、これ。あらあらあら、そういうことか。あら、そういうことなのかな。新獣パトレベル100回、今 6.5 分の1。いいじゃない。いいじゃない。すごいじゃない。おー、外し9本当たりましたね。耐えまくり。ビッグだ。危ねえ。よしよしよし、素晴らしい。374ゲーム。よし来た。256。バーチコーイ。それなんで光ったか分かります。分かるよ。なんですか。レバーを叩いて当たりを引いたから。違います、僕が近くにいるからです。うわあ、それだ。そっちで大変失礼しました。僕のおかげです。大変失礼しました。僕のそれ、僕の力ですからね。いやー、もうこれ勝ち1 明日缶チューハイ。これはもう本当にお願いします。ストロングゼロを想定します。待ってますよ本当に。ストロングゼロあざす。はい、追加は1回。これで3分すべて順調。よそ見、46ゲームレンチャン。ビッグアザス46ゲームでけえ。もうすぐプラス。ランプ変化もなし。花尾先生、そろそろフリーズで花を添えていただいて。そうですね、少々お待ちください。さあ、そしてこの全通花見プラスでございます。一つ何でしたっけ。プラス様を目指すみたいな。そう、プラス様目指す。あったっすね。一つプラスアルファのグッズを作るんですね。そうだ。なので作りました。はい、今着ている T シャツと。あ、そうだ、 T シャツだけじゃないか。あとは全通花見の、特別のシールを作りました。
ありがとうございます。明日花見に参加する方にお配りしようかなと。そして、花見に参加できなかった方にも配れるようにちょっと柄の違うねデザインしたんですけど、色の違うシールを作ったので。優しい。まあ今後フェイランドキャスト老学生に出席しているときにシールが欲しい方は声かけてください。すごい可愛いですよねこれ。まんまいちゃんさんのイラスト で明日のお花見の模様、全然花見の模様を動画に収めようかなと思ってますですね。どんな、ね、雰囲気で楽しんでか最後についてますから見てみてください。よろしくお願いします。感動のフィナーレ。いやでもさ、はい、すんごいこうなんていうの、当たり前のこと言っていいの、企画やって思ったこと、はい、ハラハラ面白いな。マジで改めてね、改めて、うん、ハラハラは面白い。改めて面白いのよやっぱり。ただ光るだけなんて言っちゃえば、ね、なんでこんなに感情を揺さぶるのこの国ね。本当にやっぱね、ハラハラのこのやっぱ点滅がいいですよね。いつ見ても隣の台で光ってもちょっと嬉しいもんね。ちゃんと脳汁出るんだ。出る出る、そうそう。うわプレミアムだ、素晴らしい。どんなのどんなの、ネズミ花火かなこれ。パチンって消えるやつ、ぐるぐるって回って、いやいいもん見れた。194ゲーム持ちメダル。ビッグなんじゃないですかそれ。これねビッグが揃いました今。いやキュッピー、はい、スイカゼロ。落ちないね、あのおちゃんね。南部変化もなし、そうですね、一回も落ちてですね。えいしゃい、当てにしてはないですけど、ここまで少ないとちょっと、もうないですね。初めの頃さ、はい、2人で来てさ、はい、スイカこぼしたらデコピンとかやった。あー一番最初これでしたね。めっちゃ食らいました俺、めっちゃ食らいました俺。めっちゃ懐かしいな、それ第1話っすよね。うわー連チャンした。61ゲームありがとうございます。レギュラーでもいいの、レギュラーでもいいです。なんとランプ緑来た。いやーいいじゃない。あら緑は許すよ。でも俺今日のこいつすげえ設定を感じるんだよな。おだった、今晩 C さん来てますか、そういう雰囲気が。こいつはねなんかありそうです。うい来るヨジノさん、大丈夫だな、こいつは。これやっぱ大丈夫するわ。それは間違いないですね。花尾ちゃん、はい、隣の方がやめます。ちょっと隣で打ちたいです、せっかくなんで。さあ、今ちょうどやめられたところです。はい、1600回してビッグの5負けよ、162分の1。全然戦えるまだまだ分かんないですよね。3、4ぐらいですね。で、一応レギュラーも聞きました。はい、4回で、青、黄色2回緑で、ビッグ6回でスイカが1回だそうです。まあまあで、ベルが今、ベルはすごいって。うーん、じゃあいいんじゃないですか、はい、まだ可能性あると思いますし。了解です。3台並び狙いと見てます。そうですね、さっきのより絶対いいと。絶対です、絶対です。しかも隣で打ちたいし、うん、行きましょうよ、行きましょう。ここで移動します。あのじゃあ右の台も一応僕狙い台で、はい、で3台並びもいけるかなと思ってここなんですけど、右から今話が流れました。やってますよ、絶好調ですね。やらせていただいております。よし行きます。そしてここで1000ゲーム、さあベル見てみましょう。 6.2分の1、上がってる、すげえ。いや今日はね明らかに平均設定高そうです。うん、いやちょっと島の、ね、温度感違う、温度感がいつもとちょっと違うんで。全然最終的な結果報告も楽しみにしていただいていいんじゃないでしょうか。ですな、こうなってくるとやっぱりあの全然花火続けたくなっちゃうな。これはねあるんですね、非常にその気持ち。毎回2人でやりたいな。1人だとさちょっと展開悪くなったりさ、うん、数値悪くなってくるとさやめたいが出てきちゃうんだよ。そうなんですよね。うわ、はい、花花目1枚掛けしませんでした、すいませんでした、これ6を積もった時に見逃したで、あの説、その説は大変申し訳ございませんでした。はい、振り返ってる。その説は当たり前のリーチ目をなぜか見逃しました、すいませんでした。
ああ、よそ見、めっちゃよそ見してんの、めっちゃよそ見だわ。176、はい、レギュラー89、はい、ビッグアザス。さあ何色、緑、出た、強い、青、緑、赤です。いいんじゃない、あれ、ばらけてませんか、ばらけてませんか、あれ、つまり、あれあれ、左の台も相当いいもんな、これすげえ並びで入ってんじゃないの、これ。角が113分の1、ビッグ10、ビッグ9のレギュラー4、フロートラインも8の6だから、8の6、14回転、7の4、はい、これが4の3、俺ちょっと回ってないかな、フロートラインが9の6、これいい位置でしょ、いい位置、絶好の位置、絶対に人来たから、このね、柱からこっち側のこっちにも向こうにも、ね、入るんだよ、うん、入る場所変わるけども、最近角付近も強いですからね、そうなの、意外にね、だからそういう意味では全然あり、この台、ね、おお、193でござる、綺麗、よし、よし、よし、たまんねえな、おい、レンチャン7回転、きれい、えい、ナイスビッグ、あと使いまーす。さあ、スイカもやはり落ちます、うん、これで5の4、文句なしじゃないですか、今のところはもう、あとは引くだけ、はい、また落ちました、6の5、あとはもうビッグ引くだけっすよ、だんだんなお仕事しか残っておりません、お願いいたします。さあ、3つ取りました、6の6 すげえな、マジで荒ぶっておられる、スイカの季節じゃないのにな、のどかちゃん呼んで割ってもらおう、どういうことですか、のどかちゃん、あのニコ生でスイカ割り、部屋でスイカ割りして自分の部屋でやってたの、ワンビッグ3つはいかついな、これで1対1、黄色、いや黄色出ましたね、いいよ、やる気あるっすね、その台、やる気あるよな、こいつな、マジでやる気感じるもんな、めったにないよな、こんなやる気ある花々、いやすごい、だって本当あの出来すぎくんみたいな、はい、全部優等生、文武両道、僕じゃないですかそれ、いやなんすかその反応、いやもう笑っちゃった、いやっぱさ2人来てる時はさ、はい、なんかお店の雰囲気ちょっと違うな、確かにこれまでの収録の時もそうでしたね、ダブルの時は、ダブルの時はさ、なんかお店の空気感が鼻いけないもんな、お、プレミアム今日一発目、きれい、イエーイ、はい、71で、ムー付き、いや、いいな、ダスさんの方も133分の1まで上がってまいりました、さあ、どこまで跳ねてくれるんでしょうか、今、昼過ぎじゃん、花尾ちゃん、はい、もう現段階でもういつもと温度感違うなっていうのが、いや、もうゴリゴリですよね、花尾ちゃん、1回だけ店内映してきてもらえないですか、あ、了解です、僕ちょっと回してていいですか、はい、というわけで本日の花コーナー見ていきます、まだ昼よ、昼、昼過ぎね、ちなみにね、見ていきます、これね、とりあえずアキダイもないです、まずはこちら、角が強くてですね、今回132分の1と、で、これちょっとゲーム数見ないですけど9の7で、その左も8の5と、で反対側の台もちょっと今ハマってますね、これが157分の1、148分の1で、僕192分の1で、ヒゲさんも130分の1ですね、1ですよね、でその右の方がね、すごいのよね、20何分の1、ね、132分の1という感じでございますよ、これ絵つづみがマジヤバくて、ちょっともう連チャン中の画面なんでもガス見れないんですけど、結構3台並びの箇所が数箇所あって、繋がってるようにも見えるんですよね、もう6台並びとかで140分の1、148分の1昼でそんだけ出玉ついてる、ガッツいいの分かる、うん、131分の1すごい、107分の1もある、すげえ、今日すげえな、でこちらもう一個別の島もちょっとね、別積みやばないですよこれ、皆さん124分の1この台すごいね、並びで入ってるねこれね、でこっちの島もカロダイがすごい、ガッサン112分の1、ビッグ14レギュラー12、
反対側も112分の1ビッグ10のレギュラー13という感じですね。攻撃半端ねえって。おい大阪やん大阪のやつ半端ねえって。というわけでお昼の状況は以上でした。実戦戻ります。はい、あのじゃが戻ってきたタイミングでお疲れ様の光が入って146軽い146ナイス、ビッグが走っております。ナイス。これさ、花尾ちゃんさ、おいおい、下手したら全仕事ぐらいあっていいよな、うん、マジでマジでマジでその説はある、ね、あるよね。スイカスイカスイカ、おいやってんなこれ。そっか、氷河角か。はい、光った、持ちメダル441耐えました。ビッグナイビーナイビーナイスー、オッケー、スイカゼロ。デンエリリ、赤に変わるんですか。赤初めて、赤えいひゃい、あ赤ですか。ビッグ5赤ですよ、ヒゲさん。いやー、それはね、無視できないですね。わー、綺麗綺麗、これこれ、葉っぱだけ。明日の花見こんな感じです、よろしくお願いします明日の花見の桜こんな感じです。淡い、エロい、淡い、うわー、これ酒飲みて、これ見ながらね。これさ、明日の花見もこういう感じだろうからさ、はい、最高の花見だね、これですよ、絶対じゃん。これはいいよ、青いな、いい、青いな、うわ、ナイスレンチャー、ありがとうございます。24ゲーム天才、めちゃくちゃ落ちるな、マジで。ナイス28、花地下あるな、マジで。ドーン、うわすげえ、ビッグ、全部ビッグでござる。もうちょいよ、めちゃくちゃ落ちるよ毎回落ちてるな。117分の1、いや素晴らしい、あいや、これはすごい、あるでしょ、さすがにもう負けはないでしょうね、ないでしょうね、ここからの、あともうどこまで持っていけるかですよね。いやでも伝統芸能見たいなやる4桁のやつ見るそんなにみんなが見たいなら花々バンジージャンプ見せるけど花々バンジー見せるけどな。いやさすがにバンジーだったら戻れるはずなんだけど、ビヨンでね、途中まで、途中でゴムが切れちゃうっていう。131分の1なんだ、あのじゃあ右2つないない、10の131分の1空いてるよ。そっちどうしようかな、ビッグの赤信じます。それだね、あれやめちゃダメだよ、うん、まあで、まあ、まあでもまだ待ってないんで、あそこからあの確率ガンで下がるのってもう死ぬほど 見てきたんで、とりあえずこっちまだ粘ります。あとやっぱヒゲさんの横がやっぱいいからな、これは。うわーもう好きでもさ、相手台にこうやってもう座ったんだけど、すぐ人が座ってくれるってさ、はいはい、もうあるって飽き台でも思うわけだからね。そう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 、まあしかもあの合算ですからね、これは座りますよ。すごくいい状況だと思います。ですよ、これはなんか嬉しいわ、稼働爆伸び案件ですよ。爆伸び案件でござるふいー、持ちメダル222、偶数図柄か、ビッグ、 OK です。やめなくて正解、はーい、どうも、はいよ、スイカ2回で出弾、ドッテレレレ、ラム変化なし、いきます。セイラライ、お、ダメか、正式なセイラーだったのにな、割と正式な作法に乗っとったういー、花花目67、せーの、ビッグだな、よし、レンチャン67、うい、振動来てるよ、3連目来た、来た、何来たよ、マジで、ごめん、ゲーム数ごめん、ゲーム数ごめんって言って、32ゲーム、
いいよソミエース66ゲームゾロ目。はい、レギュラーでもいいです。4連チャン目。よし、赤いよ。ガスワン158までねじ上げました。これよね、たまんないですか。いきます、いきたい。さすがに3台並びと思うけどね、ここも。さあ、あと1回ビッグ頑張ろう。よー、来た来た。4ゲームなるぜ。あ、違う、もう1回ごめんね、カウントミス。これでも5連チャン。来た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 。スイカゼロでもいいんです。ビッグをください。変わらず、えいしょい。あはは、ちゃんめっちゃメダル持ってるじゃん。5連してます今。え、なった。もう1回っす。もう1回だね。欲しい。やべえ、戻ってきたらすげえことになってる。急にね、連チャン来ましたよ。それがあるよね。これが鳳凰ですから、天章ですから。いけるいける、ハローちゃんいけるよ。やらせてくださいよ。もういいじゃないの。おっし、うまい。よしよしよし、78ゲーム頼むぞ。よっしゃ、きたー、きたー、ナイス。チカチカチカ、今日でプラスにして帰ろうぜ。そうですね、このままのペースでいけば大丈夫なんで。終わりました。数回1回ナイス話し方でございました。ありがとうございます。いやー、やっぱいいな。いいよね、一撃で1000枚オーバーでござる。ハナチカハナチカ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 。いや、しつこいようですが、話し方はいいですね。もう一回聞きたいですか、ヒゲさん。もう一回いいですかね。あら、重ねるやつ。わかりました。レギュラーのやつ一回聞きたいな。重ねましょう。87、ダメかい。ハナハナアタック、ダメだ。ハナハナアタック一回成功したから、しゃあないっす。あ、惜しい。いや、いいじゃない。89、野球、しかもビッグか。いいね、まあまあプレミアムではある。ありがとうございます。重ねました、ま、重ねました。ああ、鼻跳ね目だった、すまん。9ゲーム8連目怖え。やばい、3連続放つか。キーヤー、やべえ、すげー転生イカチー。マジで、すげー、人生初。いや、そりゃそうだろ、3連続放つか。そんな中、私現人は500に到達しました。あら、スイカ1回でござる。結構スイカ持ちてるんだよな。結構引き出しましたね、この連チャンのビッグで。ありがたいことで、ガッサンが135分の1まで上がりました。えいひゃい、135。さっきまで157分の1だったのに。わからん、花花は。わからんよ、だから楽しいんだから。そうです、僕も1000ゲームで花を添えます。いやいやいや、いかこの台大丈夫でしょう。来ますよ、また600ゲーム台で。右がですね、きっと飛び跳ねる、飛び跳ねてるんですよ。はい、17の12、120分の1なんです。うふぅ、まあ俺のダイブ下はないよ。うん、これはそう、さすがに6だろお前。レギュラー12ってのが強えな。うわ、来ちゃった、9連目すげえ、マジで。レギュラー、レギュラーも消えた、レギュラーも消えた。ごめん、ゲーム数すいません。青、おお、やっと来た。俺残り1枚、危ねえ。かっこいい。カッシーも。ハロービッグ。ああ、目押し水立ってくれ。レギュラー。どっかで。これが黄色なら全部取れます。赤。読んだのかな。ダブルサムアップ、ありがとうございます、ありがとうございます。11ゲーム、ナイスビッグ、いい先輩よ。そりゃそうだ、
そりゃそうだぜみんな、そりゃそう。585ゲームやん。赤赤赤赤、僕はやめません。武田鉄矢さん、ナチ、あなたのことが好きだから自分で笑ってる。ああ、さすがに100ゲーム以内はもうないと。でもまあ十分十分満足。ラスト、うん、ないね。9連チャンで新記録達成でございます。素晴らしいでございます。ガサ134まで上げております。よろしくどうぞ。こい、やった、2回目。おい、2度目です。やば、この台すげえな、マジで。いや、やっぱ神獣シリーズはね、これがありますから。あるな、本当に。これ、花尾さん、4000枚これ、いっちゃうな、4000枚目標の。いくよな、これ。ナイス。いや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 、入ってきたぜ。生えてる。また来た、はい。追い越しました、ボーナス回数を。12の13になりました。おーい、174。たまには赤でいっちゃいます。ナイス、キピー。さあ、お時間が4時。4時、もう別に何も説明する必要ないんですけど。まあね、もうすごいよこれ。なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんですかね、このすごい、すごいの、この感情。すごいよ、持ってない人があんまりいないのよ。すごいの、すごいよ本当これ。すごいの。だってもうさ、見れば見るだけ、確率もさ、パッと見るだけ129分の1とかさ。ここも127分の1ですもんね。もうよくわかんなくなってるもん。すごいすごい。歩けない。120分の1混ざった、20分の1。120分の1。なんだの一体。連チャンしてない台しか見えないんだけど、見える台のガスさんが全部ちょっとおかしいんだよ。すごいすごい。おかしいの。おかしいのよ。うわー、こっちもおかしいね。いや、すげえこれ、すごい。すごい別人だ。人が変わったんだろうけど、146分の1だから。うわ、すごい。13の12すごい打てるから。その隣ほら出た、127分の1すげえな。18の18、隣21の17、122分の1すげえ。うわー、5位数だこれ。すごいね、5位、5位、5位だね。5位、5位来てますこれ。で、カノーちゃんやってる今日カードもね、本当に18の17、133分の1よ。いや、そうなんすよ。その隣もちょっとレギュラーなんだけど、21の10で146分の1。めっちゃすごいな。ハローちゃん、大変だ大変だ。どうしましたか。お祭りだ、チカ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 俺らもちょっと祭り楽しもうね、行きましょう。ハローちゃん、すごいね、店内状況すごいんすよね。本当に大丈夫。いや、これ知らないっすよ俺。もうあの前通花見の最後よりもすげえっす。すげえ。あの時もやばかったけど。やばかったけどね。花輪のコーナーこんだけ台数あんのに、はい、あの寝台の北斗より稼働いいから。スマスロー あれよりも今めちゃめちゃ稼働高い、あの機種よりも、うん、これさ、今日狙い台絞らなくてよかったんじゃねえのあの目もめっちゃしてましたもん ねめっちゃしてるよ、ね、いやー、やってくれるわ、キャッスルオーガキ。やるなー、マジですごい。さあ、そして3000ゲーム、ベル確率は 6.6 分の1ですよ、まだ、うん、いつ下がるの、こいつベル確率6にすらなろうとしないんだけど。順調ですな。順調ですね、今のところ。ただ俺は知っているんですよ。なんすか、花尾さん。はい。あなたはもう一波乱欲しがっています。もうだって満足した、満足した。1日2回話しか流したらもうないっしょ。いつもだったらさ、はい、もう間違いなく横の台がこんだけ出て、はい、もう本人もね、もう数値も聞かせていただいて、はい、まあ、これ6だなと、はい、そうなると並びでゴルフも入らないからやめるんですよ、はいはいはい、普段ならやめるんです、はいはい、やめ、ね、今日やめない、安心してやめないからだけど、はい、今日は祭りなんです。200円、祭りレギュラー。そういう時は並びでもあるだろう。最後今日5回目、虹に変えてもいいっすよ。虹変化もありますからね。ねじってどん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 、黄色、あ全部揃った、全部揃いましたやべえ、もう余計やべえなくなったいや、もう均等ですよ。赤だけ1回多いだけで、赤にあと全部1回。これはもうあるでしょ。もう6まであんじゃねえのこいつ、マジで。これはねえ、6に台並びはいかついな。少数台の店でさ、固めてそこだけ入れて他入ってませんよの店だったら分かるよ、はい、こん
だけ入れてて、はい、隣同士に6個入ってていかついぞ。いや今日の状況ならありますよ。ありえるよね。ゼロじゃない。ありえると思ってやめられないです。普段ならやめてます。うい優しいレバーを。211ゲームビッグなんだね。止まらんな。そっと頭を撫でるようなレバー音でしたね。でした。これ花見の下見に行きたいんですよ。俺も行きたい正直、うん、どこに、ね、置くかと。ちょっと早めに。それはそうだ、それはそうしよう。いやまあでも明日のお花見もビッグレメってそれをやりたいがための全治花見だったし、そうなんですね、そのための全治花見プラスだったから、はい、それをないがしろにおろそかにしちゃったらもう本末転倒。いや、いや、マジそうなんですよ、はい、今日は最後のウィニングランみたいなもんですからね。もうだってグッズも作り終わってますし、まあまあ、ヒゲさんがそれでいいのはいいし全然、はい、それは確かにコメントもだなと思いました。あら、さあというわけで、本日一日楽しんできましたが、はい、やっぱね、振り返ってみると、はい、花花はね、もう一回楽しい、うん、もういろいろ起きる。何回も言ってる通り、また新しい企画何か始めようと思っておりますのでね、続けてよ、もうやらなくていいよだけでもいいからコメントの方いただけたらね嬉しい。ぜひよろしくお願いいたします。よーし、花尾ちゃん、はい、残り時間がまあ1時間半ぐらいですけども、はい、で最後に1回転まで心ゆくまで花花楽しんでいきましょう。おーす、はい、頑張りましょう。そして明日の花見はもっと楽しみましょう。ですね。よっしゃー、ピカピョー。いやー楽しかったねー。はい、というわけで全通花見プラス、はい、最終回にふさわしい結果となりました。ました、報告させていただきます。お願いします。まずは私現人から、はい、投資が日本朝一の日本のままですよ。96枚、回収が、はい、1653枚意外と思っている。3枚でプラスの1557枚。おめでとうございます。この下はもっとすごいです。はい、私がですね、投資9本414枚からの回収3140枚となりました。やるやるやる。昇天しまして、はい、プラス2526枚のプラスと。うわー、トータルきっちりプラスになりましたよ。まくりましたんで。さあというわけで全通花見プラス最終的に、はい、全実践のトータル収支こちら、はい、ゴリゴリのプラスですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。きっちりですね、プラスの3枚稼ぎましたので、はい、これで、明日の花火、皆様にプラスアルファのグッズお届けしたいなと思います。お願いします。楽しみにしていてください。はい。さあ、そして続きまして店内状況でございますけども、はい、まずはこちらをご覧ください。さあ、ここから店内状況の報告でございますよ。はい。お時間まだ19時でございますけども、はい、店内すごいことになっておりました。いや、えぐい、素晴らしい。まずはハラハラ放天章。はい。はい。42台設置のコーナーでございますけども、ね、はい。はい。いつも通りまず150分の1以上の、はい、台数。はい。16台。多いですね。まあサブ1を上回るんですけども、うん、もっとびっくりしていただきたいのが、はい、その上140分の1以上の台数、はいはいはい、まず150分の1以上の台数が16台ですよ、はい、16台うち、はい、140分の1以上の台数が13台です、はい、多いですね。これはすごくない？素晴らしい、ねえ、うん、いつも一番多いのは、うん、140から150の間、つまり4個ぐらいの合算の確率の台が多いんだけど、そうですね、今回はもう5以上の合算の台がほとんどです、うん、すごいすごい。でさらに130分の1以上の台も調べました、はい、なんとこちらも6台ありました。多いっすね。もう6ぶっちぎってるやつが、うん、そうっすね、すごいんだよ。すごいすごい。16台中6台がもうぶっちぎり。いや素晴らしい。だから今日はこのコーナーを見るだけでも、うん、いつもよりも5、6の比率が高かったんだろうなっていうのが、うん、はい。さあじゃあ隣のコーナー行きましょう。行きましょう。さあ続きまして、こちら44台設置のコーナーでございますけども、はい、まあ、こちらの移動ボックス移動してたんだけど、はい、はい、こちらのコーナー150分の1以上の台が全部で15台、はい、15台、また3分の1上回ってるんですよ、うん、素晴らしい。いつも以上の投入率、これは間違いないと思います、はい、でさらにその中で先ほども言った140分の1以上の台、はい、これがなんと11台、おー、サブ2以上、うん、だから簡単に言うと、はい、両方の島の合算見て分かるのはいつもよりももちろん投入比率高かったんだけど、うん、さらに言うと5、6の比率が高かったんじゃないかと。そうみたいですね、はい、合算だけ見るともうそういった感じに見えました、うん、それは祭りになるわ、はい、1時前の状況でこれですよ皆さん、うん、すごい、もう文句なし。で見た通りですよ、今日は140分の1以上の台の比率が異常に高かったんですよ。それを考えてね、それを加味して自分の台を推測してみると、はい、総ゲーム数4000回転回しました、はい、
でビッグ19バケ9、はい、ガスさんは 142.8分の1、うん、まあ5でしょ、はい、でスイカがビッグ19の19ゴリゴリ6、うん、すごい。でベル確率も580回引いてるんで 6.9 分の1、はい、これも事前上の6以上を すごいの。でレギュラーが9回しか引けなかったんだけど、はい、赤3緑1黄色4の青1ということでゴリゴリに偶数によりました。普段だったらまあこれだけ偶数に寄ってるんだったら4だろうなと、うん、で僕の右の台もゴリゴリの小ゼロ6だったん です、ね、2連並びはないから、はい、まあまあ4でしょうというとこなんですが、今日のあの140分の1以上の台の比率を見ると、うん、僕がただレギュラーのサンプルが少なかっただけで、はいはい、5、6の可能性は十二分にあったんじゃないかと、あったんじゃないかと、そういうふうに思いました。なるほど。花尾ちゃんは、わかりました、僕2台目3006ゲーム回しまして、ビッグが、22ですね、はい、でレギュラーが、8回かな、はい、で一応、ベルが395回引いて 7.6 分の1、はい、ビッグ中のせいが22回引いて12回と、はい、でまあレギュラー中の色が青が3回、緑が2回、黄色1回、赤1回という感じで、まあどちらかというと奇数寄りなんで、その点の状況を加味すると、まあ、5なんじゃないかなっていう、ね、ワンチャンあるよね。でガッサンも118分の1っていうところで言うと、まあビッグの引き強さが強かったもん、ね、ったんで、そこはまあサンプルに入れないと加味しても、うん、あっていいんじゃないかなと、まあ、悪くても3だね、悪くても3だ、うん、さあというわけで今日こういった状況の最終回となりましたが、はい、明日待望のお花見でございます、はい、そうですよ、はい、きっちりプラス3枚で終わることができましたから、はい、胸を張ってお花見を開催しましょう、やりましょう、はい、飲みましょう。さあというわけで全通花見実践は以上になりますが、はい、明日のお花見の状況をちょっとだけご覧ください、はい、いきますよ、全通はなみシャキチョキプラスよろしく。さあというわけで、まあ約1年お待たせしましたけどもですね、全通花見花見出てました、ついに開催させていただきます、はい、朝の挨拶で何を喋ろうか迷いましたが、はい、こういう時に言葉は多くいらないということで、お前ら酒を持てカンパーイ、カンパーイ、イエーイ、カンパーイ。あの前回の全通花見ではもう動画の中では喋ったんですけど、いろいろ私考えました、はい、あんなことやろこんなことやろ、はい、まあ、一応ふんどしは履いてるんですけど、ね、あんなことやろこんなことやろ考えたんですが、はい、一番何がしたいかなって考えたら、だらだら飲みてえと思ってですね、そうですね、今日はもう何もしません、はい、飲むぞー、どうもー、芋焼酎ダイヤメソーダに飲みたい人を作りますんで、ソーダに合うお酒なのよ、なんかメッツのライチみたいな感じの、違う、うわ日本酒案件、日本酒を誰か、日本酒を持ってる方いませんか。えい、ー、チンチン、こっちこっち、はい、ありがとう、楽しい。お集まりの皆さん、プラス3枚で皆様にプラスアルファのグッズ作ってまいりました。それが、はい、こちらです。今日のための特別な全通花見花見ステッカーを作ってきましたんで、ちょっとしょぼくないみたいな空気やめてもらっていいですか。はい、皆さんおめでとう、ありがとうございます、ありがとう、遊びに来てくれてありがとう、はい、どうぞ、はいはいはい、さあみんなどうぞ、皆さん飲んでますか。僕ばっかり喋っていますけども、僕だけじゃないんです、相方がしております、ハラオちゃんに挨拶をさせてください。現在いろんなね各媒体がある中で出ちゃうウェブチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。真面目かさあというわけで改めまして、全然アラミブラさん俺だけじゃないんです、電車からの挨拶を聞いてください。お前ら、吉本だ。以上です。以上か。限界です。やばいよ。
さあ皆さん盛り上がってますか。全然花火花火楽しい人手を挙げて。全然花火次のシーズンも。続けまーす。というわけで来年の花火を目指して頑張っていきたいと思います。皆さん来年の花火も遊びに来てくれますか。イエーイ。長いこと続けていましたが花尾ちゃんがまずいません。いました。貴様は黙るわよ。全体の終わりましたけども。終わりましたね。来年も続けていいですか。いいえ。俺ら1年頑張りますんでみんな応援と来店お願いいたします。というわけで来期も全体花見続けていきますので皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。今日は心ゆくまで飲みましょう。せーのー。